恥ずかしすぎる。うるさ、なんだよ。まあ、なんか妊娠今ボソッと話してる。何うちらが、まあ、いろいろあるけど、いろいろあるけど、いろいろ、まあ、隠してたけど、隠してたけど、その、付き合ってたよ。付き合ってたんかい。アメリカって言ってる時に別に何もなかったよ。はいはいはい。で、昨日会ったよね。うん。ちょくちょく。すごくすぐ会ってたの。飛んで帰ってたから。付き合ってないや。え、でそしたら、うん、なんか、なんか恋人としては好きじゃないくて、なんか友達としてに戻りたいってなって。うん、で、びっくりして。なんでって聞いたよ。なんでって聞いて、わかんないってなって、はいはい、わかんないけど、まあ、感情はそうなってるから、はいはい、で、なんかもうお願いしますって、え、お前がお願いしますって、付き合って、このまま恋人関係オネステやん、お願いします、オネステやん、うん、そしたら、考え直してくれて、え、うん、帰ってきた直後に電話かかってきて、うん、やっぱ無理ってやばいね。じゃあ写真ちょっと貼っておきますね、ここに。いい、貼るな。もちろん相手はモザイクですよ。貼るな。いい人ができたんやろね、この1ヶ月半ている間にってだけやね。何を、いやいやいや、帰国しましたね。いや、その植物とかどうなのよっていう。いや、二宮くんに託してた。ちょ、ビデオ通話で頑張ってたやん。大きいのは生きてて、はいはいはい、ちっちゃいの 2,3 人行ってたわ。あ、もう行っちゃってたんや。うん、すが。あ、なるほどね。しなってるな。厳しそうなんだよな、こいつも。じゃあやっぱちょっと厳しいってことですね。新しい命が芽生えているが、こいつちょっとどうしようかな。痛そう、出しようかな。日光浴何点？やっぱ、はい、あ、まあ90、あ、いやでも低く見積もってたからね。あー、なるほどね。なるほどね。いやでもやっぱ改めて感じるけど、うん、いい家だな、ほんとに。いやいや、まあでもそれは本当にうちも感じた。めっちゃいい家やわ。プロか。じゃあ一応よ。何、はい、おめでとう。あ、そうやそうよ。そうやって。忘れてた。何の直接言ってもないよ。しかもこれ言っていいか分かんないです。誰もいなかったから、びっくりした俺も。マジ誰ももらえんと思って。あんたが、あんたが、あんたよ、一番いなかったの。なんか一応さ、うん、その帰っ、なんか脱毛とか言ってたけどさ、はいはい、帰ってきたのも10時半過ぎとかって、うん、で本当すぐお風呂入ろうと思ったけど、はいはい、お風呂入ってるのに10時になっちゃうなと思って。なるほどね、誕生日の瞬間ね。一応そのお風呂ちょっとずらして、はいはいはい、部屋いて部屋にいたりとかしてみて。してたんだけど、なんか誰も仲間いなと思って見たら誰も家にいなかった。俺のその日常を出し始めた。有料でーす。いやいや、なにこんな時間から髪セットして、こんな時間っていうか、まあ7時とかやけど、デート行くんですか。いや、デート行くんですかって動画回す前に聞いたら、いやデートじゃない、ご飯ご飯もデートでしょ、女の子と行くんだから。で、女の子と行くのって聞いたら、いや女の子だったからとか言い始めました彼。なんで毎回説明する。いやいや、だって全くだね。言わないと。動画待ったらしゃべ、あ、ほら見て、笑顔見えますか、この鏡越しの。いいって、気持ち悪いほらね、時間が過ぎます。ただいま帰りました。帰国後、次の日ガルテに来ました。浅山先生もいます。おかえり。ちくわがすごい、かわいいね。かわいい、ちくわー、かわいい。いいね、なんか上がってきてよあんただって外には出させてるでしょ、うちのこと。いた、あ、出かけつ。おい、紹介したいものがあるよ。え、マイクみたい。なんだと思いますこれ。ん、ドライヤー。いや、もうなんかその楽しもうよ、このさ。固定してドライヤーできるってこと。そう、その通り。だからこうやって、あ、持たんでいいんや。こういうこと。え、下に出るのそれ。
そうそうそう、リモコンがあって、ダイソン、いや全然違う、なんかそういうメーカー、へえ、何だっけな、ビサラ、はいはい、って言ったら、しかも強くね、まあでもスキンケアとかしながら勝手に乾かせるんか、そうそうそう、パックしてこうとかさ、彼氏いらずじゃんこれも、いやそうだよ、みんな憧れてるっしょ、彼女の髪乾かしたいとか彼氏に髪乾かされたいとか乾かしたいはみんな思ってないんじゃない、別にめんどくせえと思ってるで、これでもうそう、じゃあ乾かしてって言ってくる彼女がいればこれ買い与えればいいや、まあ結構高いけどね、3、4万ぐらいする、あーほんと、いやちょっと最近マッチングアプリをねしてて、はいはい、まあまあ別れたじゃん、ちょっと今そのマッチングアプリをしてるんですけど、あーこの前あったよね、あ新しい女性、そのマッチングアプリでマッチングした、うん、まあ一個上の女性とね、はい、でマッチングアプリさやるとさ、まあ、絶対その何やってるんですかみたいな、仕事ね、そうそう、うん、そういう話になるわけじゃん、はいはい、で教えたのチャンネルを TikTok で、あ TikTok をね、これ人間ってやったら検索したら出るから、はいはいはい、そして別れたの、もう帰ったのね、解散したってことね、そうそうそう、連絡かと思ってね、かわいそうに、うん、いやまあダメでした、大変ですわ、最近な、うん、恋愛がしたいの、なんかすごいマッチングアプリ頑張ってるみたいだけど、わかんないくれよ、いやいや、ということで LA から帰ってきてチャイナさんトレーニング開始でございます、やっぱ月が変わってきてるね、あと3、筋トレクラブあと2、注目する点はここですよ、膝下が短すぎる、なんでなんで、膝下が足短いよ、ダメだって内緒にしてんだから、早く早く早く、いかない、はい、ロー、はいはい、リング上がって、リング上がって、リング上がって、ナイス、おい、うるせえぞ、なんと私のね、ちょっと買ったパンツのポケットが破れてしまったので、うん、チェンさんが塗ってくれてますね、いや本当穴を閉じるだけですかね、いやいや素晴らしいよ、じゃあ玉結びできるってことでしょ、玉結びはできるんだよ、みんなバカにしてるな、素晴らしいですね、あらもういいタイミング、いやでも本当に穴を埋めただけだから、こうビーって塗っただけなんだけど、おー、いやいやいや、めちゃめちゃ助かるっすよ、穴が、あら本当は多分当て布とかしてるのが一番いいんですけど、はいはい、ありがたいですね、素晴らしい、ありがとうございます、何かご馳走しますね、やったー、イエーイ、最後針一本で飯を稼ぐもんね、いやお疲れ様です、わかりました、今そうなの、僕ちょうど LA いるときになんか歯が欠けたみたいなこと言い出して、めっちゃテンション下がってたんですよ、だから元気になったかなと思って、本当アメリカって保険適用ないから、はいはいはい、その行くだけでも10万20万とか、へえ、だからさ、うん、そこで歯かけて終わったと思ったよ、アメリカ生活はいはい、大きな穴が開いちゃう、まあよく痛くなかったなっていう感じ、はいはいはい、まあ、簡単にね、冷たいのは痛かったと思うんですけど、はい、ちょっと歯磨きさせますね全然しないんですよ、歯磨きしてるわ、本当にしてるわ、ちょっと一応経過見ていただいて、まあ痛くなんなければ多分大丈夫、なるほど、まあまあということで、はい、皆さん、いや渋谷デンタルクリニックさん、ありがとうございます渋谷宇田川デンタルクリニックさん、はい、僕が矯正やってるところです、ぜひ人間さんも通ってるんでありがとうございます、ぜひ、はい、ぜひありがとうございます、これが 300g で、これ600? あ、500か、あっでかー、元気おじさん誕生日でーす、イエーイぜひぜひ、もう人間さん、はい、すでにおめでとうということで、やめろや、その記念ですよね、それじゃない、誕生日、
熱っ。付き合ってるからね。お誕生日から2日経ったちゃんゆうです。まあ、今年もね、誕生日プレゼントはいただきまして、あのみんなに小敷リスト出た、アマゾン欲しいものリスト女だ。うわまあ一部なんだけど、まだ多分あと3日以内に多分もうちょっと届く。先に皆さんありがとうございます。ここでお礼を、まあ、直接も言ってますけど、はいはい、まずね、じゃあ一応1個ずつ紹介しようというコーナーですね。うわ長そう。いやいや意外と、まずこちら、こちら愛用しているモロッカン、エアスペースを買いました。モロッカン、はい。キャンドル、上キャンドルつやんのあんた。知り合いの方が LINE で送ってくれました。あとこれ Amazon ギフトカード。え、そんなに入ってんの？で、これはオラプレックスなんで、これ真山さんが送ってくれたり。オラプレックスも頼んだよ。はいはい。いや、もうなんかやばいのが届いて。やばいの？なんで？元気状態なんで？あ、いや、そう、ほら、同じの色違いですよ。おう、そしたら、あの、前回ポケットもくれた人が、なんだその人。ちょっと悪口言おうとしたけど、これはちょっと言えないわ。カメラ欲しかったやん。それは欲しかった。みんながその内前やし、そのみんな、うん、いやちょっと、お帰りなさいませ。いやいや、お久しぶりです。笹桃です。はい、こちらなんですけど、誕生日サプライズをされまして、ありがとうございます。え、そんな感じにできる、なんかびっくりしちゃって、俺ずっとその出してこなかったし、今日誕生日おめでとうございますって最初から言われてたわけでもないし、あ、まあそうですね、普通に途中でいきなり、あ、ケーキ入れますみたいな、さらっと。いや、そんななんか最初に期待させておいて、あ、これかってなるの嫌じゃないですか。いやいや、ちょびっくりしちゃって、俺初めて子供が可愛く見えてました、本当に。あ、初めてありがとうございます。いやいやいや、本当に今後に期待で。いや、めっちゃいい女だな。うわ、いい女だな。ケーキあげとけばいいのか。今日は何？今日は選定。選定。さあ、ということで、ね。選定って。ゴミがすごい溜まってます。ちょっとバレちゃう。来ましたよ。大変なものあってんのよ。やっぱ俺ら見てよ。こう。いや、これはびっくりして帰ってきて。そうだし。これ。はい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 。買いました。あ、やるんだ自分で。これ上がやばいもんな。はいはい、で直しまして、あ、いいじゃん。あ、うん、お、いけるじゃん。あ、無理だ。わあ、怖い怖い。わあ、はい、頑張ってください。うまいね。食べた食べた。うまい、落ちた。サービスタイヤの足し観光客やばい。サポートタコ、はい、ハイビオンとか言ってるけど誰に似てるか結構分かったよ。どれ、オカリナ。見てんの？見てない見てない。LA であんな急に大胆な人に彼女がいて、で、振られました。あと、どっちも事故報告ってなんで俺、元気ジャパンに来てくださってんだろう。今、学んでないからだよ。すげえ、友達に言ってたよ。本当だ、最近、英語のコメントもそういうの来るやん。ああ、来るね。元気ジャパンにいんのに、みたいな。何も教えてないからです。人間には。なんか、ある、食べたいのありますよ。はいはいはい、はい、暑いのよ今、表参道駅が。なんですかこれは。アイバンね、まあ、でも今日もたまたま俺これかけてる、これ俺がかけてるこのアイバン。はいはいはい。50周年なんて。あ、そうなんだ。あ、純平のかけてるメガネブランドか。アイバンが50周年で、うんうん、50人の男の人たちでアイバンかけてる。あ、そういうこと。写真集みたいなの出したから。確かかっこよ。マジかっこいい。俺はやっぱりブランドってやっぱ当てるいやリリー・フランキーめっちゃかっこいい。かっけえ。わー、背中かっけえなあ。あー、のりたけさんとかもいいね。かっこいい。そうじゃなくて、岡本さんもかっこいいし。あー、みんなかっこいい。アイバン、いや、すごいわ。超かっけえ。
始まっちゃう。始まる？ジムの代表の試合を、はい、見に来ました。まあ、この前にいろいろねジム出てる人が試合したんですけど、最後のボス、大将ボス川田志麻さん、頑張れー。おい、おい、50対45、赤コーナー片島、ジャッジカードに50対45、赤コーナー片島、以上3ヶ月の持ち越しで赤コーナー片島選手、勝ちました。片島さん勝ちました。おめでとうございます。しかも今どーっと辛かった。しかも怖い、そあのケーキ持ってくる人の顔じゃないってびっくりしてるわ。え、あー、おめでとう。失礼しょ。いやちょっとこれも喜んでくれるかなと思って。何これ。おい、ふざけんなよ。おい、あれやろ、あれじゃない、上田のやつじゃない。あ、そうです。おお、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。あ、ちょっと付けられんだ。初めて触るわ。え、どうしたの。え、元気さま嬉しそうや。すげえ。おお。自分でやった方がいい。何？ふ、お、ふ、お、ふ、お。え？壊れたよ。え？え、マジで壊したよ、ほら。え？やば。え？え？え？マジで。え？え？最悪。早っ。そんな男。怪力すぎん、ちょっと。嘘だよ。すごかった。最悪。本当これです。おお。おお、続いて。ああ、すごいね。やったじゃん、これ。え、これいくらした？いや、これもこれ飾っときたかった。3000円ぐらいだよ。じゃあ俺買うよ。そうなんだ。元気さんのプレゼントってこと。でもちょうどいい。はいはい、はい。これが知ってるブランドで。おお、すごい。俺はまだそこのやつは買ったことないけど、うんうん、欲しいなって思ってたブランドのところのやつ。この袋の色が可愛い。参加いいとこあったんで。おお、ちょっと待ってくれ。いきます。でで、あ、お、お、グレーです。もうそんな多いです。おお、可愛いね。サイズもいいんじゃない？ちょっとでかめ。ちょっとでかめ。可愛い。知ってる人いると思うよ。多分視聴者の人も。そう。いや、シンプルですね、ロゴ。めっちゃ可愛い。シンプル、可愛いね。オッケー、オッケー。可愛いね、いいね。めっちゃいいじゃん。ちょっとこの前そうで。ついについに社交に今日から行くんですね。かわいいですね、リュックサック背負ってヘルメット持って。えいやいや、もういいよ、もう俺はこれで授業受けるよ、もう。いや、社交よ。いや、なんかめっちゃワクワク感あるけどね。だっていやー、素敵な出会いがあるかもしれないです、もしかしたら。そっちあるかもしれませんよ。どうするよ。でも若い子が多そうなんで、どうだろうね。いや、うちはちょっとでも、こういう免許を取得さ、はい、に向かっているということで、ちょっと寂しいですけどね。ああ、まあ、社員が唯一のね、そうそう、なっちゃうからね。2人免許ないで仲良くやってたわけだからさ。もう、そんなこと言ってられなくなる。本当に。皆さん、私は、この、日本のために免許を取らないことにしたんで、絶対事故るんで。何のために？日本の。ああ、そういうことね。交通事故を減らすために。そうそう、絶対そう、そう、そんな、食い気味に言わないでよ。ちょっとね、本当に、ネグゾンやめてください、本当に、ね、尖って、尖って本当に尖りにも効いてきてますね。あ、今からそれ何個も、あ、でも、ゆるっとゆるっとね。師匠です。おかえり、久しぶりです。お久しぶり、ゆきジャパン、おかえり。チャイムはラスベガスにいくら負けたんだい。うちは3万円ぐらい。あ、3万ちょいとか。全然もう勝ちやん。え、おかしい、勝ちやん、勝ちの途中。うん、3万負けやった。3万、うん、なくなってもいいぐらいのやつしか使ってない。あ、もうおめでとう。よかったな。俺も70万負けたって話したのに、うん、羨ましいって。羨ましい。おいしいって意味で。いや、ん、おいしいって意味で。いや、俺夢がさ、うん、ラスベガスで100万置くことやから。はいはいはい、それやってたらもう YouTube でもう売れたっていう実感を得れると思う、はいはい、うん、
登録者100万人とかよりもその瞬間が俺気持ちいい。気持ちね。70万ってその俺の夢の7割いってるよめっちゃ羨ましない？この夢もなんかちょっとおかしいし、いやいやいや、もうでもめちゃくちゃその夢、うん、キモいけどな。そういうキモいな。キモい夢持ってる師匠。俺一人で思わせてくれよ。ちょっとそう。あ、まあこの運営してるバーで僕らでやるとするんで。まあ上がる頃にはもう、うん、全然ね。あれだね。まあなんか盛況やったら来月とかもやっていきたい。ああ、そうね。今月はとりあえずおでん。うん。いやちょっと楽しいつまみ食いです。今日はつまみ食いです。いいからいいから小枝も食っとったんしな。小枝いっぱい大変なんぼでも食べれるなんか本当に合わないです。そんな親戚のおじさんみたいな絡み方になっていいよ、茶になるよ。いやなんかほんま茶色かわいいなってなってるからなんかもうめいっ子みたいな。なるほどね。感じに見えてもうてるから何ぼでも食いたい分だけ食いや。やったじゃん、もう全部もいっちゃう。いっちゃういっちゃう。グミもあるの。グミ、うわー、グミもいっちゃう。グミいっちゃう。よかった、いいよ。かっこいいですよ。なんでしょうね。質問、はい、なんと思いますこれ。まあバイクのところにいるからバイクのなんかでしょ。おそれはわかるっていうのもね、ちょっとまあここなんですけど。あ、もう答え合わせするんだ。ここにこう貼るシールですね。それ何になるの。まあ、もうただの飾り。おしゃれ。イギリスの俺がこのカフェレーザーって形にしたんだけど、うん、そのカフェレーザーは大体こういう風になってる。ああ、じゃあもうそれに近づけてるわけ。それにより近づけるただの飾りなんですけど。いくよ。はい、あの人みたい、通販の。行くわよ、行くわよ。え、大丈夫。お、いいんじゃない。いいじゃないですか。それからまあ綺麗に貼れてる。時間が経ったらどん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 こうエイジング加工されていくんじゃないかなとも思いますし。素晴らしい。こんな感じ。まあ雨降ったら取れたりしそうな気もしますけど。コセママよー。おーおー、久々ですね。私はクラス変えた。一緒よ。色が違うだけで、これ色が違う。ああ、そうよ、新品よ。なってる。新しいやつよ。どういうこと？なんで変えてないの？え？まあまあ混乱中よ。ちょっとね、一旦じゃあ混乱中よ。混乱中よ。おでんよ。やったー。嬉しい。まだまだ嬉しい。まだ嬉しい。ビキニ久々見たな、なんか。ごめんね、ちょっとビキニはそろそろ卒業しようと思ってるの。お、ママが。清潔感がね、やっぱないからね。これサブローがなんかめちゃくちゃ白滝入れろって。白滝ね。白滝、あ、その白滝好きだ。白滝好きらしい。めちゃくちゃ入れたわよな。サブロー来るんや。じゃあ来ないけど。来ないんかい。この柚子胡椒と辛子使って。あ、柚子胡椒使いたい。食べてちょうだい。ありがとうございます。で、元気ちゃん、なんだこれね。私ね、元気ちゃんが疲れててると思って、もうあったかくて落ち着ける料理作ったから。なんか分かった。あ、え、喜んでるもしかして。やったー、よかったわ。元気ちゃん喜んでる、私嬉しいわ。あ、どう、引き癖がついてる。引き癖がやっぱ岡田さんに押されてる。引き癖がついてる。やめろやめろ、どうしてって。お前どう、あ、うん、まあ美味しいかな。よかったわ、元気ちゃん。サーフィンで片手を犠牲にした元気さんは、はい、今右手だけでトレーニングを行っています。ちゃんとね、左手がなくなってもトレーニングを崩さないというストイックさがありますね。イサミ、イサミに来ております。ちょっと落ち着いてきな。いいんです、カッコつけなくて。ここですね、格闘技ショップです。はい、説明してください。言おうとしてた。ちょっと前振り忘れました。純平さんが買った、うちに買ったね、埋めてましたね。あ、あるよ。はい、俺が破いちゃったんで、うん、ちぎった。あのサブちゃんと使われてるかな、ちゃんと。ちょっと見に行きます。モンコンっていうらしいですね。いや、結構ちゃんと値段する。3000件、うん、ということで、はい、さゆみさん念願のモンコンです。初めて知ったし、これをモンコンって名前ってこと。いや、いいじゃん、いいじゃん。元気さん壊したモンコン、ついにこれも、はい、弁償しました。買ってくださいました。こちらは、まあ、タンプレですね、僕からの。こいつけです。キックの伸びが良くなるということで。いや、専門的やな。俺は…それ、どこで習った、そんな学校。
下北の古着屋さんの人に一番上のボタンを閉めるとめちゃくちゃおしゃれですよ。大学1年生みたいなバカにしてるデートではないよ。あ違うよ、デートではない。なんかクラブハウスで知り合った当時女子高生の子が今二十歳になったらしくて、やってください。気持ち悪いなお前。当時女子高生とかいらんから、その情報キモいから。え大学生の格好で会いに行くと思う。えこれ大学生だ。嘘でしょ。ちょっと結婚式に行ってまして、もう今終わって二次会行くとこなんですけど、ちょっと何も部屋飯したとか何もせっかくしたのに撮ってなかったので、こちら部屋飯しました。せっかく可愛いので撮っておきます。福岡にいます。はい、それだけです。なんか今話があるって順平に言われたんですけど、どうせお買い物クラブだと思うので皆さん見ててください。いいじゃないですか。いやいや、もう予想動画先に撮ったから、もう今から起こることの説明も先にしといたから。 ありがとうございます、うん、ということですね。はい、シルバー磨き。ちょっと違った、まあ、まあダムカラみたいなもんなんですが、ちょっと違った予想とはちょっと違ったけど、もう一緒みたいなもん。いやいや、どうせお買い物クラブだと思うんで皆さん見ててください、まあ、それはもうね、分かってるでしょう。はい、こちらでございます。知ってます？タウントーク、シルバースパークル。いや、本当にわからん。まあでも買い物クラブやっけ、結局。結局買い物クラブですよ。液体なのこれ。はい。に、シルバー入れて、え2分つけます。して、あとはその水で流して、布で拭き取る。それだけ？うん。わーおーわーお、まだ何も起こりません。シュワシュワとかなるかと思ったら。じゃあ一回でしょ。ほら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 、そう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 。あ、でももうすでに、あれなんか色変わったくね。もうすでに綺麗な気がしてきてますよ。さあ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 、ちょっと洗ってきます。お待ちを。ちょっと手元を。あ、でも綺麗そうよ、もうすでに。なんかピカピカよ。おいでー。身がちょっとこっちなんかわかりやすいので。あ、やばい。おお。あ、すごいんじゃない？あ、でもいいかもね。どう？ちょっと見えます皆さん。うちの手が汚い。あ、でも気が輝いてんじゃない？どう？いや、すごいよ多分これ。まあこれ軽く磨いて、ほら。あ、違う違う。あ、すごい。あ、すごいわ。うん。買った時の輝き。あ、ピカピカやな。あ、すごいよ。磨こうぜやっぱ。リングを。リングしかり。男。靴。リング。はいはい、うん。メガネ。メガネはもう磨くの聞いたことない。デスクトップ。まあ、パソコンもあんま聞いたことないですけどね。中華鍋。君たちそんなだったの？実はね。これしかボス音使わないし。うん、使おう。お前マジで。はい。イタチ。あ、臭い。いつも違う臭さがある。音で使うんだけど、音で使うんだ。いやいや、本当に臭いが言っちゃってるんだよ。臭い。あ、もう本当に臭い。除風して、こっちもして。あ、もう、マジでなんか、イカみたいな。チンコしゃぶったよね。汚いとこ日本だよ。汚いってなんだよ。なんで